シェアハウスは、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第10シリーズ第4話。マイク・バートレットが脚本を執筆し、2017年5月6日に BBC1 で初放送された。シェアハウスは、批評家から皇帝よりのレビューをされた。脚本が弱いという批判を受けたが、物語での演技、特にデビット・スーシェの演技が称賛された。 ビルポッツと彼女の友人たちは、シェアハウスを計画している中、大屋から屋敷を借りることを打診される。しかしビルについてきた12代目ドクターは、床や壁が不自然にきしむこと、そして木材の上を異様な虫が張っていることといった、屋敷の不自然な点に気づく。大屋は、70年前から大病の娘、イライザを木質に変換して生かし続けている虫型。 生物ドリアスに見返りとして餌の若者を与え続けていたのだった。タイムロードについて話している際、ビルはドクターにローブや大きな帽子をかぶっているのかと問い、ドクターはもっぱら大きな襟がついていると答える。これはザゲットリーや写真で初登場し、最近では時空の果てでに登場したタイムロードの服装のことを指している。ドクターは 再生能力にも言及するが、すぐに話題を変更している。ルームメイトによりビルは、リトルミックスのプレイリストを持っていることが暴露されており、リトルミックスの歌ブラックマジックと、ウィアードピープルが劇中で流されている。また、ドクターは、クインシー・ジョーンズについて言及している。第10シリーズの第2制作ブロックの読み合わせは2016年7月18日に、 行われ、8月1日に氷の下の怪物で撮影が開始され、続けてシェアハウスの撮影が行われた。本作の現代はノックノックであるが、もともとのエピソードタイトルはザ・ホーオンテッドハブであった。ニューポートのフィールドハウスが本作の屋敷として登場した。このフィールドハウスは瞬きするなでウェスタードラムリンズ帝としても登場していた。 デビッド・スーシェは彼の家族がクリスマス休暇に同じ屋敷を借りていたと撮影3日目で知った際に恐怖したと主張した。前段階の脚本ではビルの友人の一人のハリーは四代目ドクターのコンパニオンのハリー・サリバンの孫であることが明かされていたがこのシーンは最終版からは削除された。エピソードの初放送の後イギリスにいる視聴者は BBCiPlayer でバイノーラル録音版の視聴が可能となった。リアルタイム視聴者数は432万人で、前は氷の下の怪物から50万人の増加を記録し、第10シリーズでは約束以来となる記録を残した。トータルでの視聴者数は573万人に上り、これも氷の下の怪物をわずかに上回った。 アプリシエーションインデックスは83を記録した。日本では放送されていないが、2018年3月31日に、フールーでシェアハウスを含む第10シリーズの独占配信が開始された。シェアハウスは、批評家から肯定よりのレビューをされた。脚本が弱いという批判を受けたが、物語での演技、特にデビット・スーシェの演技が称賛された。 ザ・ AV クラブのアラスデア・ウィルキンスは本作に B の評価をつけ、エピソードについてすべての監修が盛り込まれたホラームービーだと述べ、そのようなジャンルを採用したことを称賛した。ウィルキンスの言う監修とは不気味な地主、若者たち、不気味な音楽といった要素を指しており、良い意味で古臭いと評価された。イグンのスコット・コルーラは10点満点で8.7点をつけ、 ドクターとビルの関係性、特に父家祖父で揉めている場面を称賛した。また、彼は本作が性のホラースストーリーであると主張した。ただし、彼はシェアハウスまでの第10シリーズのエピソードがいずれでもドクターとビル以外のキャラクターの確率に至っていない点を指摘した。肯定的なレビューとは対照的に SFX のゾーイでラハンティライトは本作に星3つをつけた。彼女はスーシェの演技を称賛した一方で徹底的に間に合わせの作品でムカつくほど無関心なエピソードと評し、脚本が稚拙でビルのキャラクター性がぶっきらぼうだと批判した。また彼女はドクターとビルの関係を褒め、後者をドクターの完璧なコンパニオンだと認めたが物語に 深みがなくビルの知性をバカにしていると批判した。ニューヨークマガジンのロス・ルーディガーは本作に星二つを与えた。彼は第10シリーズのエピソードのどれもがエイリアンの脅威とその説明が軽いと述べ、またシェアハウスは雰囲気が良いもののエピソードへの気用は小さかったと指摘した。さらにルーディガーはビルたちよりも先に以前の入居者を解放しなかったプロットの破綻や、 エピソードに起因する疑問点の多さも指摘した。しかし彼は数社への演技が現実味を帯びていると称賛した。ありがとうございます。